じゃあどういうふうにバットを出したらどういう打球が行くのか、どういうイメージを持ってバットを出して打てばどこにどういう打球が自分で行くのかっていう。札幌市厚別区で行われた野球教室では、元ファイターズの稲田直人さん、鶴岡慎也さんら4人が指導に当たりました。北海道女子硬式野球連盟に加盟する4つの高校から50人が参加し、一流の技術を教わりました。ゴロでその足の使い方とかちゃんと教えてくれたので、すごい良かったです。全員優しくて、すごい一人一人分かりやすく教えてもらって、とてもいい経験になりました。